加藤勝の部店一億総活躍担当賞は23日、安倍政権が掲げる、一億総活躍社会の実現に向けた政策を協議する国民会議のメンバーを発表した。議長には安倍晋三首相がつき、関係閣僚13人が参加する。民間議員には、タレントの菊池桃子氏ら15人を選んだ。菊池氏は、 タレント業と子育てを両立させていることや、母校の解いた女子短大、東京都港区の客員教授として雇用政策に詳しいことなどから選出。他には、経済社会からは経団連の榊原貞幸会長、日本商工会議所の三村明を会頭らもメンバー入りした。